はい、こんにちは、ゆうすけチャンネルです。今回も、メガネをかけて、動画を上げていきたいと思います。さあ今日はウィニングイレブン、2014、これ中古なんですけれども、買いまして、一応今年ワールドカップもありますので、これ何回言ったか分かりませんが、2014年になりましたんで、この2014を、紹介していきたいと思います。PSP のですね。はい。で、こちら今ソフトだけなんで、次上げるときは、こちらの PSP でやってる様子を、実況しながらといいますか、やり心地を、伝えていきたいと思いますが、今日は、こちらの、商品だけを紹介、していきたいと思います。こちらの商品というか、このウィニングイレブン2014で、変わったことが、そうですね。レジェンズデービビベルアコパリベルダビベルタトドーレスですね。これが発音できないんだな。コパリベルタドーレスですね。はい。こういうと言えるんですけどね。で、FIFA チャンピオンズリーグが、実際にこうできるんですよ。で、このコパリベルタドーレスというのは、ブラジルリーグがありますよね。日本でいう J リーグみたいな、そのブラジルの中で、クラブワールドカップに、優勝したらクラブワールドカップに出場ができるんですけど、そのクラブワールドカップに進むために決めるそのトーナメントですよね。日本でいうアジアチャンピオンズリーグ、日本でいうというか、アジアでいうアジアチャンピオンズリーグ、ヨーロッパでいう FIFA クラブワールド、FIFA チャンピオンズリーグ。で、だから、アジアでは ACL って言うんですよね。アジアチャンピオンズリーグのこと。で、ブラジルは、その、コパ、リベルタドーレスで、ちなみに、去年、どこだったっけ、アテレティコミネイロが優勝しましたが、なんで、ロナウジーニョが日本じゃねえわ。モロッコに、クラブワールドカップで行きましたね。はい。そういうものが、できるというふうなものがありまして、あとは、マッチ、自分で好きなチームや難易度を自由に選んで1試合のみで、レジェンズはビカムアレジェンドで育てた選手で対戦や協力プレイができるそうです。で、そうですね、先ほど言いましたけど、1人はマスターリーグとかですね、これはクラブチームを自分で作ったり、実際に、ここからにあるセリエ A とかですね、リーガエスパニョーラとかが、クラブを運営したり、ビカムアレジェンドといって、これはプロデビューから引退までですね、サッカー人選手の人生を、やって体験してみようというものが入ってまして、ワールドプレイヤーというのは、これはもう、実在する選手で今シーズンを、やろうということでして、なんで、そうですね、バロテリーとかですね、カカとかですね、イランでいう、ただ本田選手これいないんですよね、ミランに。なんで、そうですね、どこって言えばいいのかな、バイエルンにチアゴ選手が移籍する前ぐらいかな、前か後ぐらい、ちょっとまだバイエルンを確認してないんであれなんですけれども、チアゴ選手が移籍したか移籍してないかぐらいだと思います。大体その時期がですね、この発売された時期が、はい、と思っていただければいいと思います。日本代表をはじめ世界中の選手たちが君の手の中に甲を高め、戦術を磨き、君のサッカーを世界にぶつけろ、見せろ、決めろ、感じろって書いてありますね、こっちでね。はい、書いてありますね。あ、そうですね、この表部分を紹介していきたいと思います。これはプロ野球スピリッツでも恒例なんで、川島選手ですね、これは吉田選手で、内田選手、長谷部選手で、これが清武選手、柿谷選手、本田選手、香川選手、遠藤選手、長友選手ですね。あと近藤選手ですね。これが11人ですね。はい。これはいつなんですかね。ちょっとわからないですけれども、いつの時のスタメンかよくわかりませんが、コナミのウィニングイレブン2014。これが今一番新しいので、はい。また、ぜひやってみてください。今度上げる時は、PSP で実際にやりながら、使いやすさだったり、どんな選手がいるかを、紹介していきたいと思います。
とりあえず今日はここで終わります。また期待していてください。